フリードリヒ・ヘルマン・ウォルシュケは、ドイツ人実業家。第一次世界大戦の際、ドイツの咀嚼地であった中国、ジン太をめぐる、攻防戦で捕虜となり、日本の収容所で暮らす。大戦終結により解放された後も日本に残り、ソーセージ製造に携わった。ブランデンブルク州のラウの第二中隊に属する二等砲兵として、勤務。1914年11月に、 陳太夫が陥落すると、大阪不慮収容所を経て、二の島不慮収容所に収容される。この時代に収容所内で、ハムソーセージ製造を手掛け、1919年に、広島県物産陳列館で開催された、不慮技術工芸品展覧会に出品して、評価を得る。この時同じ収容所にいた、カール・ユーハイムに、バウムクーヘンを作って出品するよう進めた。 また、同じく収容所にいた、ケルニア、シュトルと共に、広島市の生肉会社で、ハム製造の技術指導も行った。1920年、大戦終結により解放される際には、残留して、日本で就職することを希望し、1921年に、明治屋に雇用されている。明治屋は、同じく、二之島収容所から雇い入れた、カール・ユーハイム。 奈良市の収容所から雇い入れた、ヨーゼフ・バン・ホーテンと合わせて3名を、銀座に新たに開店する、カフェ・ユーロップに配属し、ウォルシュケをソーセージ製造主任、ユーハイムを製株主任、バン・ホーテンは、喫茶部支配人とした。続いて1922年、明治屋が、明治食料株式会社を設立し、本格的に、ハム、ソーセージの製造に乗り出すとウォルシュケはその主任者に、 なったが、関東大震災により閉鎖。ウォルシケは、しばらく、西品川、三木にあったアウグストローマイヤーのソーセージ工場に、勤務している。明治や時代には、保養仲間で、横浜市元町にデリカ鉄線を開いていた、フランツメッツ川に、ソーセージの製法を伝授している。その後、神戸市に移り、1927年には、関東大震災で、 横浜から移住していたマーチン・ヘルツと共に北長さ通り一丁目176番庭にソーセージ製造の会社を起こす。ヘルツはその後ドイツに帰国しているが、ウォルシケは1934年アメリカからプロ野球チームが来日した折には甲子園球場でホットドッグを販売した。これが日本初のホットドッグとされている。さらにこの後神戸を離れ、 長野県軽井沢町に自分の店、ヘルマンを創業する。1941年、または1942年からは長野県のじりこ飯で疎開生活を送った。この疎開時代は事実上の遊兵生活でソーセージ製造も禁じられたという。当時のじりこ飯では他に前期のメッツガーおよびヘルムートケテルのドイツ人家族が共に暮らした。戦後は 1947年に東京都北多摩郡小前村にあった牛丼の加工施設の一角を借りてハムソーセージの製造を本格的に再開した。1948年にはヘルマンウォルシケ食品株式会社を設立、新たに金坊に工場を建てている。かつて店を構えた軽井沢町には夏季限定で売店を開き、商品を夜行列車で運んでいた。 軽井沢には後に別荘を建てた。1955年からは宣教師の紹介により、群馬県渋川市の児童養護施設、小持山学園に毎月ハムソーセージを届けた。ウォルシュケの母被1957年、1925年に、ドイツから送られた手紙が32年かかって、ウォルシュケのもとに届き、これを見たウォルシュケは、傍教の念を強くする。 ウォルシュケが生まれ育ったゼンフテンベルグは当時ドイツ、民主共和国領内となっており、渡航は容易ではなかった。それでもウォルシュケは帰国に向けた準備を進め、出発は1963年4月と決まったが、その1週間前の3月27日に、上野駅等で心臓発作で倒れ、死去。狛江市の泉隆寺にある墓碑には、遥かなる祖国ドイツを誇り、 第二の故郷日本を愛したヘルマン・ウォルシュケここに眠ると記されている。ウォルシュケは日本人女性と結婚し、1923年に長男、1929年に次男が誕生している。ヘルマンは次男のヘルマン・ウォルシュケが後を継ぎ、神奈川県厚木市でソーセージ製造を続けていた。2008年にヘルマンは日本ハムファクトリーと合併した。 合併当初はヘルマン工房ブランドが使用されていたが2018年9月にヘルマン工房は業務を停止した。晩年を過ごした小井市には自責を研究するヘルマンさんの会が2013年に市民により結成された。ABCDEF ヘルマンさんの会の新着情報2021年5月3日閲覧。ABCDEFGHI ドイツ人。 不良収容所広島市二の島臨海少年の家の歌唱を参照。ハット ABCDE。ブラリブラリヘルマンさんのハム脈脈と。こまえ。朝日新聞。httpwww. 朝日 .com。エリア。東京。アーティクルズ。mtw2K180 兆6071億3152万1。html2021 年5月3日閲覧。 abcdefghi の上高今は、昔から、広報狛江2019年1月15日号2021年5月3日、閲覧。abc を掘りそう、フランツメッツガーの体験した、戦時下の横浜、のじり子大ブルック掛け橋2020年4月号ナン、no. バー711、から、日読協会、ピアニッシモも、6から7ハット abc ヘルマンさん狛江市。 A.B.C. 静岡工場日本ハムファクトリーありがとうございます。